はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は夏の風物詩イベント、見ていきましょうということで、まあ、今回のですねアップデートから始まりました夏の風物詩イベント第1弾ということで、まあいろいろ来てますんで、本来はね、副賞解説とかもうやってたんですけど、今回新キャラもいないことですし、で再販枠もね大きい人しかいないので、となると、まあ、今回イベントを見ていける時間がありますんで、イベント見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまずお品書きですね。夏の風物詩イベント第1弾ということで、左から順番に、これまた読めないやつですね、まあ、ミッションイベントのやつです。後期臨前か釈前か、まあ、なんかそんな感じの読み方のやつですね。そして、上に行きまして夏の福引きで、この下の願い返しはまだ来ていません。8月13日からです。そして右に行きまして夏祭りの絵巻、石川五右衛門かなを忍者たちと一緒にですね、忍びと一緒に追いかけるというイベントです。そして花びれ、こちらが花びれは何だったかな、花びれはそう軍令の、ちょっと変わったバージョンですね。まあほぼ軍令です。で手作りかき氷というものもあります。まあかき氷を作ってね、まあビンゴみたいなのがあるんですけど、それを揃えていくという形になります。ということで、見ていきましょうか。まずはこちらですね、夏の福引きということで、まあこの福引きがねなんかあるんですよ。この、真ん中から上ぐらいかなにかけて夏の福引きというメニューがあるんですけど、まあ、こちらを押しますと、こういうガチャガチャ、まあ、よく商店街とかにある、まあ、ガチャガチャですね。で報酬の確認をすると、この橙色の玉が当たる場合は下記いずれかの報酬を獲得と、覚醒炭と高級ガチャ券、高級ガチャ券じゃなくてなんだっけ、高速戦闘券だと、幸運券ですね。この3つのうちからどれかが出ますよと。そして白玉です ね当たる場合は下記いずれかの報酬を獲得ということで、割引券とかね、これが高級ガチャ券ですね。まあこれが一番外れかな、副賞訓練賞、これも外れですね。強化結晶で宝石券、高級育成ターン、強化石、新商交換券と、まあこのあたりが、白玉が出ればどれかランダムで当たりますよという、まあガチャ形式のイベントとなっております。そして、報酬、段階報酬もあります。ガチャどれだけ回したかっていうところで、一定回数回すと報酬があります。これがね問題でね、花の水引き、まあこれ、アップデート情報の時にもお話ししましたが、花の水引きですね、 MR アバターのガチャイベントで使用可能、使用するとガチャが1回引けますよということで、とうとう MR アバのガチャイベントで使用可能なアイテムが出てきましたよということで、なんとなくねこれで予想ができるような気がするんですけど、まあ画像に映ってるのが、まあなんかかぐや姫がね夏祭りアバターで来るんじゃないかとかね、なんか金髪の女の子もいましたよね。まあこの辺りの誰かが MR アバターで来るんじゃないかという予想が、ちょこちょこロビーの方にも立ってたり、してました。でまあ、これが20回報酬、40回報酬とかですね。で60回報酬で背景が手に入りますよと。で80回、100回で、120回で SSR 副賞セレクト宝箱。今回は馬体、純優、文王、光純、炎術、周祖、流布、バウン力で、これが何ていうもんだったっけな、天炎師かなとか、猛達、多いで全部持ってたら覚醒炭80っていう感じですね。で持ってない人はまあこれありがたいですよね。ただ120回引けるのかと、まあ期間的にギリギリがこの辺りのラインになるんじゃないかなっていう気はします。あでもいけるのかな、思想のブラがここに180回であるんで、もしかしたらここまでいけるような気もせんでもないですけどね。うん、でまあずっとこの水引きですよね、花の水引き、水印かな、まあ、ずっとありますよという感じになります。なのでまあこれですよね、やっぱね MR アバターガチャって書いちゃってるのが、まあおそらく近々来るんでしょうという匂わせですよね、がありますということですね。なのでまあこのガチャのこれが必要になってくるんですよね。この上にあるチケット、福引券が必要となってきます。でこの福引券どこで手に入るのかというと、この夏祭りの絵巻でまあ忍者と一緒に、
石川五右衛門を追いかけるんですけど、まあ、こういうところにね、道端に落ちている夏の福引券とか、こういうのを拾ったりとかして福引券を拾っていきます。うん、まあ、あとはに、あ、忍者は持ってたりするんですよね。たまにこの道に落ちてるのを忍者が拾って、まあ、それをじゃんけんで勝って奪うみたいな形もできるんで、まあ、あとは石川五右衛門倒したりとかかな。うん、なので、まあ、この夏祭りの絵巻から基本的に福引券今のところ手に入っておりますよという感じですね。まあ、あとこれかな、これは入ってないかな。まあ、ここに三角サイコロがあるんで、まあ、これで、まあ、さっきのね夏祭りの絵巻でサイコロ振ってとか、まあ、無料分ももちろんあるんで、まあ、それで進めていって福引券手に入れて夏の福引で引いていきましょうという形っぽいですね。そして次、まあ、先ほど言いました夏祭りの絵巻ですね。絵巻に入り花火大会を邪魔する怪盗石川五右衛門を捕まえようと、マップにあるイベントを完了すると報酬を入手できるということで、まあ、先ほどちらっと見ましたがこちらですね。まあ、もうやっちゃったんで回数ないんですけど、まあ、この真ん中の下の方にあるこのサイコロを振って1から4ですねのマスが出るんで、コマが出るんで、まあ、それに応じて、この主人公のキャラクターが進んでいきますよと。で、落ちているアイテムのマスに止まればこれ拾うことができます。で、逆に忍者ですね、忍者がこの2マス前にいる忍者がそのアイテムマスに止まると、その忍者がアイテムマスをね、そのアイテムを取るんで、で、自分たちが忍者に追いついて、まあ、じゃんけんをすることになるんですね、忍者とね。で、じゃんけんは、どうかさえ払えば何回でも挑戦できるので、まあ、勝つまでですね、ずっと勝つまでやり続けて、忍者からじゃんけんで勝てばアイテムを奪うことができるということになります。そして石川五右衛門がね、ずっと先にいると思うんですが、こちらですね、赤いオーラが出ている石川五右衛門。この子と、追いつくと戦闘することになります。うん、で、戦闘が、まあ、1000人のいたずらみたいな、戦闘で、フレンドは借りられないんですけど、まあ、自分たちのメンバーを、揃えた後、模擬戦というね、本戦ではない模擬戦というものができます。まあ、それで勝てるかどうかチェックして、勝てそうであれば本戦で勝負して勝つみたいな感じですね。うん、なので、まあ、普通のボス戦みたいな感じになってくるかな。まあ、それの、まあ、1回模擬戦が、まあ、何回か模擬戦して、勝てるのが分かれば本戦で倒していくと。で、倒すと報酬が手に入りますよというイベントになります。で、またこれサイコロも無料分だったりとか、まあ、先ほど言ったミッションイベントなん、ミッションイベントのログインボーナスなんかで手に入ったりするんで、まあ、手に入れて、サイコロを振って忍者からアイテム強奪しつつ、石川五右衛門を倒しましょうというイベントですね。はい、ということで次行きましょう。次、手作りかき氷ということで、こちらですね、この右にある手作りかき氷、まあ、本日終了ってなっちゃってるんですけど、これビンゴマスみたいな、ものがあって、 3×3 のねビンゴマスがありまして、でアイテムを何て言えばいいんだろう、トッピングが3種類ありまして、その3種類を組み合わせてかき氷を作っていくというものになります。なのでまず、真ん中ですよね、真ん中と上下左右なので、まあ、縦、真ん中縦と真ん中横に原宝500ってあったので、500ずつかな、合わせて1000があったので、まあ、それを狙っていくのがまあ最初はいいのかなというところで、僕は真ん中をまず狙いました。もうね、レシピがね、ロビーに上がってるんですよ、これがありがたいことに。なので、真ん中を作りたいなっていう人は、左1、右2とかね、にすると真ん中のかき氷が作れますよと、マンゴーフラッペみたいなのができるのかな。とか、まあ、上のをやりたかったら左1真ん中2で作るとかき氷、まあ、上のかき氷ですね、上のビンゴマスのかき氷ができますよとかね、うん、そういうのがもうレシピが出てあるんで、ロビでレシピチェックしてやるのがいいのかなと思います。さすがにね、その画像を引用するのはね、ちょっと僕もダメなので引用はできませんが、まあ、ロビの方でね、書いてありますんで、ロビ行ってそのレシピ表をね見て やるのが、まあ、最短距離になるのかなと。これ毎日1回できるっぽいので、まあ、これしっかりやりましょうという感じですね。まあ、原宝から回収していけばいいんじゃないかなと思います。はい、ということで次ですね。
花びれということで、まあ、先ほどの軍令の、まあ、ちょっと簡単なやつですかね、ちょ簡単というか、まあ、イベント方式のやつですね。イベント期間内、熟度を貯めて報酬を獲得しよう、高級報酬を解除するというより豪華なプレゼントをゲットできる、まあ、これは軍令と説明がほぼ一緒ですね、うん、で一般報酬とかも、高級報酬とかも内容はほぼ一緒だと思います。はい、ということで、花びれは一番上ですね、こちらです。まあ、この漢字もですね、花びれとほぼ一緒ですね。ただこれはイベントを進めて、この熟度というものを貯めていくので、まあ、軍令とはまたそこがちょっと違うところではあるんですけど、まあ、基本的にイベントを進めておけばこの熟度というものは貯まっていきますんで、うん、なのでいいのかなとは、イベントを進めておけばいいのかなという感じがします。どこかになんか書いてあったような気がしますけども、公式で流れちゃってるかな、ちょっとロビーで確認しようかな。確かアップデート放送の時は、それを見つけて僕読んでたんですけど、熟度がまだないか、ないかな、ちょっとあったとなさそうかな。 ありましたね、ミッションイベントで5点獲得するたびに熟度がプラス15、夏の福引きに10回参加するたびに 熟度が20、手作りかき氷1回参加するたびに熟度が15、毎日初めて流しそうめんに参加、流しそうめんはまだ決まってきてません、イベント的に、熟度がプラス20、夏祭りの絵巻でサイコロを3回使うたびに熟度が15っていうところで、まあ、このイベントでね、熟度を集めていって高速戦闘権だったりとかを手に入れていきましょうというイベントになってます。そして、これですね、ミッションイベントということで、ミッションイベントがこちらになります。まあ、これ日本語読みで大丈夫なのかな、この副賞は一応チワと、日本語読みでは読めるっぽいですね。で、まあ、いつも通りこういう1日目から7日目ですねのイベントがあって、まあ、このねミッションを消化していくとこの副賞が手に入りますよといった形になります。まあ、1日目は、累計チャージ原稿消費ボス挑戦という感じですね。割引販売は基本的に買わなくて大丈夫だと思います。うん、なので、まあ、基本的に今日はボス挑戦のみで大丈夫かな。ログインしてログインボーナスゲットして、まあ、このサイコロ欲しいですからね、ゲットして、でボス挑戦を、まあ、やっていけばですね、マックス100回まで行かなきゃいけないんで、これボス剣とか置いといた方が、まあ、良かったですね。うん、で2日目まで見れるんですけど、3日目以降はね解放されてませんっていう感じに出るんで、まあ、次の日までのミッションがね見れるようになっております。で明日がですね、まあ、ログインボーナスプラス高速戦闘券、高速戦闘ですね、これ戦闘券は使えません、使えませんというか戦闘券を使っても含まれませんと、カッコ内で書いてありますね。原砲を使う高速戦闘か、まあ、あとは VIP で無料になっている高速戦闘ですよね。まあ、ここでしか計算されないので注意が必要ですよということです。そして、闘技場ですね、闘技場もこれ100回行かなきゃいけないん で残り時間13日ってなってますよね。ということは1日5回じゃ足りないんですよ。なのでちょこちょこですね、一気に買うと回数を買ってしまうと原稿高くなってしまうので、毎日コツコツ買っておくのが、まあ、闘技場100回までですねミッションを解放するのにあたってまあいいのかなと。まあ、最初の数回はねそんな高くない原稿なんで、まあ、コツコツ買っておいて毎日ねやっておくのが100回までの近道になるのかなと思います。はい、ということで、まあ、こんな感じで、まあ、ミッションを徐々にですね、まあ、13日間で頑張って進めていくイベントとなります。まあ、これはね今までやっている人はおなじみのイベントですね。これで終わりかな。はい、ということで、まあ、これ第1弾なんですよね。これで8月13日から願い返し来ます。 1.3 倍から 2.2 倍ですね。でさらに、流しそうめんというものがここにあります。イベント未解禁ですって出ますけど、これが8月17日開放です。でもう一つこちら大新の、雑貨屋ですね。まあ、これはちょこちょこ来てるやつかな。うん、この猫もねおなじみですよね、このちょっとぽっちゃりした猫、まあ、これも8月17日、開放となりますんで、まだまだイベントはこの先続いていきますよということになります。なので、まあ、第1弾ですね、10日に来ている部分は今お話しした内容となります。はい、ということで、まあ、期間もね13日あるんで、まあ、一気にではなくて、まあ、毎日毎日ちょこちょこやっていくのがやっぱりいいのかなと思います。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。